ホンダクリオから。天井引っ越しても朝日新聞。あ、で途中で沢銀行に寄らせてください。お客さん。あ、次で。あ、沢だよ。すいません、次で。お客さん、沢は。沢銀行は国内1000店舗のネットワーク。すぐですから。沢にしようかな。今週のショービズラインナップ、まずはじめいつものように全米映画興行成績ベスト10。好調だった夏の映画に続き秋の映画が続々登場。秋の新作映画特集、新作で元スパイのカップルを演じたデニス・クレイド&キャスリン・ターナー。オールスターキャストによる現代版俺たちに遊ばないトゥルーロマンスの映画批評、その監督トニー・スコットと主演スターのインタビュー、訴訟問題も一段落、ブロンディでアクションを披露したキム・ベイシンガー。恐竜に続いてスピルバーグが取り組んだ新テレビシリーズシークエスト DSB、 そしてアメリカの最新チャート9月18日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は技術が作る高度な触れ合い、ソシオテックの三菱電機と ITJ0041 の提供でお送りします。ショービズ、これがいい。助ければ幽霊が呼んでる。これがいい。これがいい。エクセレント、エクセレントな温かさ、石油ファンヒーターは三菱のいい、これがいい。三菱の Q シリーズ。While there's no shortage of high prices here in Japan, the price of calling overseas with 0041 may be lower than you think. With ITJ, a 3-minute call to the United States costs just 400 yen. 0041, overseas calls for less.芸能人所得番付で見事トップに輝いたオプラ・ウィンフリーが13日マイアミで発煙弾による襲撃に遭いました。幸いウィンフリーに怪我はありませんでしたが、最近マイアミではこれに似た事件が続出しているらしく、番付上位の芸能人たちもマイアミに出かけた時は用心した方がいいでしょう。今年で50回目を迎えたベネチア映画祭、上映作品の大半がアメリカ映画ということで腹を立てるヨーロッパの映画関係者をよそに、金獅子賞にはロバート・アルトマンのショートカッツが選ばれ、ジュラシック・パークのスティーブン・スピルバーグが特別功労賞を受けました。Achievement award, I always say, you know, why me now? It's like, you know, I'm not quite, you know, at the level that I'd, of course, like to be where I could comfortably say, yes, I deserve this award. So I'm just honored that they're honoring me.93年夏のボックスオフィストータルは21億ドル以上を稼ぎ新記録を打ち立てました。秋の新作がこれほど高い数字を記録するのは難しそうですが、まずは一足先に秋の新作をご紹介しましょう。クリスマスまでには60本を超える新作が公開されます。制作陣はマーケティング力を駆使して夏の好調を秋にもと懸命です。オスカー候補作から活劇まで多様なこの季節に、ブルース・ウィルスはストライキングディスタンスで乗り込みます。ダニエル・デイ・ルイスとミシェル・ファイファーはエイジ・オブ・イノセンスで、シルベスタ・スタローンとウェズリー・スナイプスはデモリション・マンで共演します。レスリーは A1 proverbial futuristic villain and I play the villain chaser。キム・ベイシンガーはブロンディに主演、夫アレック・ボールドウィンはマリスで最後の外科医に扮します。He reaches down into some
core with people that really resonates. Doctors who do evil things to people. Here you are. The Beverly Hills Movie series was filmed in Morgan Freeman is the南アフリカが舞台のボッパで監督に挑戦。ロバート・デ・ニーロもブロンクステールで監督に進出。クールランニングはジャマイカのボブスレーチームの物語。オリバーストーン印のジョイラッククラブはハンカチ3枚必携の親子ものです。You have best quality heart. Best quality is everything. Mothers know this.グッドサンデー悪い子を演じるマコーレー・カルキンはクリスマス映画くるみ割り人形にも登場します。カート・ラッセルは西部劇ワイアット・アープに、ジェレミー・アイアンズは舞台ヒットの映画化エム・バタフライ、ニック・ノルティは I'll Do Anything に主演します。 I don't think it's a stop the show, here's a song deal。カンヌで女優賞を受けたホリー・ハンターのピアノレッスンもあります。A woman who has not spoken since the age of six has created her own sign language, which she shares exclusively with her nine-year-old daughter. No one else can understand. Tom Hanks は注目のエイズ映画「フィラデルフィア」でシリアスな面を公開します。You're always looking for that human involvement in whatever stories that you're doing, no matter what the subject matter is.リメインズ・オブ・ザ・デイではオスカー俳優が共演します。スカーフェイスの監督主演コンビはカリトス・ウェイで再会。マイケル・ J ・フォックスはフォー・ラブ・オア・マネーに、ジュリア・ロバーツは2年ぶりにペリカン・ブリーフに主演。さらにリチャード・ギアはミスター・ジョーンズ、ロビン・ウィリアムズはミセス・ダウト・ファイヤーに、時代物ファンには三重師ゲティスバーグも控えています。クリスマスに向け続編も続々。ベートーベン、アダムズファミリー、天使にラブソングを、ウェインズワールドのパート2が登場します。さてこの中の何本が興収新記録を打ち立てるか、はたまたオスカーへの切符を手に入れるか、実り多い秋となることを期待しましょう。今週の10位、ニードフルシングス。3週目で4ランクダウンのスティーブン・キング原作ホラー。ギフトショップのオーナーの欲望が血まみれの惨事を招きます。主演マックス・フォン・シドー。9位、スリープレス・イン・シアトル。放題巡り会えたら。12週目でまたまた11位からカムバック。しぶとい人気を見せつけるロマンティックコメディ。主演は恋の予感のメグ・ライアンとビッグのトム・ハンクス。8位、インザラインオブファイヤー。放題ザ・シークレットサービス。10週目も手堅くクリアしたサスペンス。大統領暗殺予告を受けて立つ心に傷を持つ男にクリント・イーストウッド。7位、ハードターゲット。4週目で4ランクダウンはちょっと痛いバイオレンスアクション。人間狩りに挑む一匹狼にジャン・クロード・バンダム。香港ノワールの言うジョン・ウーがハリウッドに殴り込みをかけました。6位、ジュラシック・パーク。14週目でまだまだ元気いっぱいの恐竜ショックアドベンチャー。遺伝子工学で蘇った恐竜たちがパニックを引き起こします。主演サム・ニール、監督スティーブン・スピルバーグ。5位、初登場ザ・リアル・マッコイ。放題ブロンディ。破産宣告で話題を集めたブロンド美女キム・ベーシンガーが盗みのプロ役に体当たりしたサスペンスアクション。共演はドアーズのバル・キルマー、監督ラッセル・マルケイ。4位、ザ・マン・ウィザウト・フェイス。3週目で2ランクダウンのメル・ギブソン監督デビュー作。父のない少年と潰れた顔を持つ男との美しい友情を描きます。共演ニック・スタール。3位、初登場トゥルーロマンス。走り出したら止まれない過激な恋の逃避行。クリスチャン・スレーターとパトリシア・アークエットの90年代版俺たちに明日はない。脚本はレザボアドックスのクエンティン・タランティーノ。2位、初登場アンダーカバー・ブルース。こちらは90年代版影なき男の噂も高いアクションコメディ。子育てに専念したいブルー夫妻がスパイ関与に逆戻りします。主演キャスリン・ターナー、デニス・クエイド。 You really do?
1位ザ・フィジティブ、邦題逃亡者。秋の新作を尻目に堂々トップの座を守る60年代人気テレビシリーズの映画バージョン。妻殺しの濡れ衣を着せられたキンブル医師が真犯人を追い求めます。主演ハリソン・フォード。秋の映画シーズンは幸先の良いスタートを切りましたが、今なお興収チャート上位に君臨する夏の大作も少なくありません。ザ・シークレット・サービスは興収トータル1億ドルを突破し、大台に乗った今年5本目のサマーシーズン公開作となりました。関係者は秋一番の吉報に大喜びといったところですが、業界インサイダーたちはザ・シークレット・サービスの人気は今後も続き、最終的には国内興収トータル1億5000万ドルの線までいくと見ています。逃亡者はトップ10に残る夏のライバルたちを大きく引き離し、逃げ切りの体制に入りました。トータル1億4500万ドルを稼いでいる同作がザ・ファーム法律事務所の数字を抜くのは時間の問題で、興収トータル2億ドルまで伸ばすだろうとの声も上がっています。映画ファンは相変わらずロマンスがお好きのようで、巡り会えたらもヒットを続けています。現在1億1500万ドルのトータルであと1000万ドルは稼ぎそうです。大型ヒットとなったジュラシックパーク、相変わらず恐竜ドルを稼ぎ続ける同作の国内興収トータルは3億1900万ドルに達しています。 ET の3億5900万ドルの記録を超えるのは難しそうですが、海外では恐竜が宇宙人を粉砕する可能性も大いにあります。今週第2位につけたアクションコメディアンダーカバーブルースは30年代の影なき男を彷彿とさせる一作です。主演はキャスリン・ターナーとデニス・クエイド、2人の主演スターに今回の新作について語ってもらいました。結婚生活と子育てとニューオーリンズの暮らしを満喫したいジェフとジェーンのブルー夫妻、しかし元スパイのカップルの思惑通りにことは進みません。平和な家庭生活だけではファンに満足してはもらえませんから。夫役クエイドはこう言います。体力には自信がありそうなターナーの意見はこうです。スタントなしのアクションでクエイドは何度もひどい目に遭ってきました。影なき男のニックとノラの相性をジェフとジェーンに期待できるのか、監督ハーバート・ロスに聞きましょう。I think the actors create that. I can't impose that. I can't make you that chemistry. It's something they have to find. ターナーは一つだけ確かなことはと答えてくれました。You know, if I toss the baby to him, he's going to catch it, you know?Bill Tush, CNN Entertainment News, New York. リホの楽ちん生活。夜、ビデオを見る。テレビリオだからすぐ見れる。はあ、楽ちん、楽ちん。朝テレビ見る、オートターンで寝たまま見れる、はあ、楽ちん楽ちん。こっち向き三菱テレビでお楽ちん館21新登場。 G コード予約もできる。三菱電機から新時代の情報システムが動き出しました。アプリコット FT サーバがさまざまなパソコンを自由に結合、クライアントサーバコンピューティングが情報システムの世界を変えます。ダウンサイジングへようこそ。ダウンサイジング。三菱ショービズ。
今週第3位でスタートを切ったトニー・スコット監督のとびきりバイオレントなラブアドベンチャートゥルーロマンスの映画批評をお届けしましょう。トゥルーロマンスは悪党たちから追われるカップルのやけに派手で破壊的なファンタジー。クリスチャン・スレーターは娼婦アラバマに心を奪われるコミックブックセールスマンクラレンス・ウォーリーを演じています。必ずしも敵役とは言いにくいスレーターに比べると、彼のハートに火をつける恋人役パトリシア・アーケットはピタリの演技を見せます。 Do you have a fella? Ask me that one a little bit later. In a theater full of empty seats, why did you sit by me? Cause you look like a nice guy.物語はクラレンスとアラバマの火元の対立を機に急展開。コカインを手に入れたカップルは逃避行へと旅立ちます。ヒモ役には有能な俳優ゲイリー・オールドマン。 Look here, Charlie. None of this boy is necessary. I don't got no hold over Alabama.助演陣も見事で、クラレンスの父で元警官に扮したデニス・ホッパー、さらにコカイン奪還を目指すギャングクリストファー・ウォーケンには圧倒されます。トニー・スコットの演出はキスキスバンバンと MTV 風、常にスムーズで時々病的な映像を差し出します。一方、クエンティン・タランティーノの脚本はダーティーな魅力と過激な才気に満ちています。90年代の新世代 X ジェネレーション版俺たちに明日はないとも言うべきトゥルーロマンスは万人向けの映画ではありません。しかしビザールな血の匂いと最高のセリフを求める人にはうってつけでしょう。モダンロマンスとアクションを合体したトゥルーロマンスのプレミアが先週水曜開催され、主演のクリスチャン・スレーターはじめパトリシア・アークエット、デニス・ホッパーが多くのゲストとともに姿を見せました。監督とキャストに聞きました。In a theater full of empty seats, why did you sit by me? Cause you look like a nice guy.こうして映画が取り持つ縁でコールガールとコミックブックショップ店員のトゥルーロマンスは芽生えます。ゲイリー・オールドマン扮するコールガールの紐が彼女の恋人クリスチャン・スレーターに突っかかり争いが始まります。 I don't got no hold over Alabama. I just trying to lend a girl a helping hand. スレーターはそそられる脚本だったと語ります。It just grabbed me. The characters, the development, the colors, all the extremes that the movie goes to, you know, the level of insanity that we take it to, you know, all that stuff really got me. アーケットは自らのキャラクターをこんな風に説明してくれました。 She's always been a girl that people have just judged as a fun girl, a girl for fun. And he...sees more in her and he's willing to try and take a chance and believe and that is very romantic. トラブルまみれの恋人たちはカリフォルニアに安息の地を求めますが、追っ手がすぐに差し向けられます。映画の見せ場の一つはスレーターの父に扮するデニス・ホッパーとデトロイトの殺し屋クリストファー・ウォーケン、個性派二人の対決シーンです。 Your son left his driver's licenseThat guy's hand. I don't believe you. キャラクターで光るシーンは現在のアメリカ映画ではマレット・ホッパーは言います。Chris Walken has a two-page speech before I even say anything, and then I say two pages of dialogue in an answer, and so on. And it's a 12-minute scene, so that's a rarity in our business today. 新鋭ブラッド・ピットはドラッグ乗用車を演じます。監督トニー・スコットは最高のキャストと満足げ。I say it was great because they really came to us. You know, when they read the script, the word of mouth got out in the actors' community that this was a great script. And so we had the actors knocking on our doors, which was a big change for me.
最高のキャストが集まった映画トゥルーロマンスには彼らの熱気に支えられた緊張感あふれる瞬間を期待していいでしょう。新婚ホヤホヤのキム・ベーシンガーの主演作ブロンディは現在第5位で検討中。映画で泥棒役に体当たりしたベーシンガーは公私ともに忙しかったこの数ヶ月を振り返り大いに語ってくれました。ブロンディでキム・ベーシンガーの名前はようやく本来あるべきところ、映画の看板に戻ってきました。シェリリン・フェン主演で完成したボクシング・ヘレナへの出演を取りやめにしたベーシンガーは制作会社から訴えられ、以来彼女の俳優としての活動は訴訟問題の陰に隠れた感もありました。結局ベーシンガーには900万ドルを超える賠償が課せられることになりました。You were in the news all this year with other things, but things are back on track now? I've never considered them off track. They've always been on track. You just have other events that happen in your life, just like you do on your daily basis, on a daily basis. It rains some days, and other days the sun shines. この夏の一日、ベーシンガーの頭上には太陽が輝き、彼女は長年の恋人、アレック・ボールドウィンと結婚しました。二人は、あなたに恋のリフレインで巡り合いました。現在撮影が進む72年のアクション大作「ゲットウェイ」のリメイクにベーシンガーは主演しています。お気に入りの共演者はもちろんボールドウィンです。It's a gift because it's a man I live with and a man I know very well and a man who I respect him immensely as the talent that he is. So that in itself, it's scary, it's a challenge, you love it. You want to do the best in the world in front of each other. リメイク版ゲットウェイの公開は来年ですが、ブロンディではベーシンガーの怪盗ぶりが見られます。彼女が演じているのは盗みの家業から足を洗おうとする保釈中の泥棒。しかし、昔の仲間に誘われてまともな暮らしは遠のきます。Well, I'm going to go back to your place and find this. In your bathroom. And you know where that puts you? Back inside. タフガイもびっくりする役ですが。If you read the script, a man would easily fit into this role. So I was really not aware until the filming was completely over and having people tell me over and over again, it's so wonderful to see a woman in an action role.さて、グラマー女優ベーシンガーならではの演技ならクリスマスに公開されるウェインズワールド2をお楽しみに。ガースのガールフレンドに扮したベーシンガーがセクシーな演技をたっぷりと披露してくれるはずです。ベネチア映画祭では特別功労賞を受賞したスティーブン・スピルバーグ監督、彼は世界中の他の監督とともに映画制作者の創作権利を守るために国際映画制作者組合を作ろうとしています。そしてまた彼はこの秋 NBC で放送が始まった海洋 SF アドベンチャーシークエスト DSB を作るために多忙な日々を送っていました。シークエスト DSB は SF ファンを満足させられるアクションや戦い、そして見事な特殊効果が含まれています。このシリーズで描かれる奇妙な世界はそう遠くない未来です。The future of the planet is under the ocean. It's not out in space. We've been sending rockets out in space for all these years, and they come back with rocks, and we get a great view of the universe, which is wonderful. But it doesn't do anything to sustain the planet. 長さ1000フィートの潜水艦は浮上することなく海に資源を求めます。その任務は軍事的かつ科学的なものです。特殊効果には最先端のコンピューターグラフィックスが使われますが、基本的には現実が元になっています。海洋学協会のロバート・バラード博士は、このシリーズに協力を惜しみませんでした。未来世界は大変身近なものかもしれません。We are not doing Mr. Wizard here, but it is, you know, there's an effort in every show to have something at its heart that's rooted in, you know, contemporary science and cutting edge science. 番組の中に出てくる技術は近い将来登場するでしょう。I think what makes this show different from anything we've seen is that we are attempting to be truthful about the near future. Now we're only talking about 25 years time.But technology races ahead. How far does human nature get? Although it's in the future, the audience will always feel that what they're watching is contemporary, very contemporary. It's not going to be so far away that everyone is suddenly behaving like androids.
スティーブン・スピルバーグはシークエスト DSB の生みの親であるため、確かな想像力と予算、技術などが約束されています。通常のテレビシリーズの場合、6話または13話で完結するところを、今回 NBC は22話という余裕ある発注をしました。その結果、番組は登場人物のキャラクターを視聴者に浸透させられる時間を得ました。Good television, good film, I think exists fundamentally in behavior of people. And if we capture that properly, then you know, it'll be enhanced by everything else. And if we don't, all the bells and whistles and special effects in the world won't save our butt. 先週放送されたシークエスト DSB は予想通り高視聴率を獲得しました。